おはようございます。メリークリスマス。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。今年最後のワイドナショーでございます。はい、よろしくお願いします。さあ、松本さん。はいはい。ちょっと早速なんですけど、このポカポカという1月9日からスタートします。はい、フジテレビのお昼の帯なんですけれども、今日もゲストいらっしゃいます神田さんです。神田さん。出演されますけれども、はい、よろしくお願いします。正直もう今日プロモーションで来てる感じですよ。違います。もうだってもう1月からもうすぐですから。はい。もうなんか最初は緊張していたんですけども、うん、もうハライチのお二人にも会って、うん、もう頼れるので、うん、今全く緊張しないで、うん、いやいやそれでいいと思いますよ、うん、だって視聴率のマイナスからのスタート違います違いますそんなことないですそんなことないマイナスってあるんですか違います違います初めて聞いたマイナス2やったらそんな数字ないですかそんなラインないですないですプラスマイナスグラフィンは神の下行ったらしいですよないですすごいですあの上積みですから上積みですか、はい、あそうなんです内容の方も決まったりとか、うんだ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 ん耳に入ってくるようになったんですけどもとにかく面白い楽しいことばっかりが集まっているだから3時間ですので ポップアップもそう言ってたの抽象的なことをねみんなそこ目指してるから目指してたんですよみんな、はい、ぜひ見ていただきたいと思います年明け始まります、はい、そして松本さん一つ質問なんですけど、はい、毎日西川っていうこれカレンダーがね、はい、出たっていうのでこれこんなとこに貼るよりなんか馬勢のスナックのトイレに貼っとくありそういやいやお芝居しますよいやいやお芝居しますよりないですよ違うライフしますよいやこういうの貼ってますよねなんか知り合いの役者がやってるんですねなんかねなんかトイレでなんかズボン脱いでわーって一人ついたらなんか芝居すんねやみたいな誰や俺いやいやいや全員知らんねんけどもっとバイトしてたやつとか、ね、怒った方がいいです怒った方がいいですこんなことダメですだから嫌やって貼られる日めくりカレンダー出てるんで、はい、すごいね、ぜひぜひ皆さん購入していただいて、はい、楽しい2023年を過ごしてほしい、はい、っていうことでございますが、はい毎日西川さんでございますなんかねなんか全員頭の中でなんかスナックのトイレがダメですよねこびりついちゃって離れないあれこれ誰やみたいなやつねでマスター医者見たらマスターやんちょっとお酒も入ってるからねやっぱり誰やっていうもう食っていけないからすいませんこの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。結成15年以内のコンビで競われる漫才日本一決定戦 M1 グランプリ史上最多7261組がエントリーした今年敗者復活ではオズワルドが勝ち上がり合わせて10組による決勝戦が行われました。混戦を極める中最終決戦に駒を進めたのはウエストランドロングコートダディさやかの3組。ウエストランドさやかウエストランド優勝はファーストラウンド3位結成14年のウエストランド。時代に逆行するかのような毒舌漫才で栄冠をつかみ取りました。まあなんかこんなちょっと窮屈な時代なんですけど、はい、なんかキャラクターとテクニックさえあれば、はい、こんな毒舌漫才もまだまだ受け入れられるというすごいなんか夢感じましたよね、うんはい、今年に入って相方ばかりの稼働が増えてですね、はいはいはい、すごく暇だったんですよね。さすがにチャンピオンになったらコンビで呼んでくださいとか、はい、自分の人生なんですけど初めて主役になれた気がしました。ありがとうございます。さあ今度一人とあと5秒。僕も一緒です。なんで何すんの。さあそれでは M1 王者ウエストランドに登場していただきましょう。それではお願いします。どうもウエストランドです。よろしくお願いします。頑張っていきましょう、はい、いきなりなんですけどね、うん、芸人さんってめちゃくちゃ喋るじゃないですか。いやそりゃそうだろ。それを生業としてんだから何言い出してんだよ。そのボケとツッコミのその掛け合いで笑う。それ引くんすよ。引くな。なんで引いてんのよ。こっちはお前が全然喋らないからそっちに引いてるわ。もっと喋れお前も。何喋ったらいい。面白い話生で言わせた。そんなのなんかないのか。最近あったエピソードとかそういうの。あこの間ね、麻雀しててね、めちゃくちゃ盛り上がって結局徹夜になっちゃったっていう話なんです。その話はやめとこうか。なんでですか。
聞いてる人がざわざわってしちゃうから、あれこれ大丈夫ってなっちゃうから、後半入ってこないから、じゃその話はやめとこうか。麻雀ダメなんですか？麻雀よ、麻雀もちろんいいけど、本当に純粋に麻雀だけをやったのかなって気になっちゃうから麻雀に付随する何かがあったからこそ徹夜で盛り上がったんじゃないってなっちゃうから、大丈夫これテレビだよってなっちゃうから、大丈夫なのその話ってなるから、朝だよってなっちゃうから、その話はやめとこう。他ないの？他これでポーカーやったんですね。ちょ待って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 、ポーカーの話もやめとこうか。ポーカーの話こそやめとこうか。 なんでですか？大人で純粋にポーカーだけ楽しむやつ一人もいないから2枚揃った3枚揃ったやったいないんだよこんなやつ、やめてくれよそんな話。いやポーカーで熱くなったって、ポーカーで熱くなったらいよいよだから、何言い出してんだお前。取り返そうとして取り返すアウトだよもう、取り返すは完全にアウトだから。おどうしたんだお前。負けようですよ。あ、勝敗的なこと。そう勝ち星とかつけてたのね。そうです。そう言ってくんないと不安で入ってこないから。他ないのか？他バカラやったんですよ。バカラそのものだろもう。バカラそのものだから他ないのか？他ルーレットやった。ルーレットもダメだよ女の。いやルーレット楽しいじゃないですか、玉がこうぐる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 回って。それが楽しいわけじゃないから、なんかマットみたいなの置いて、なんかマス目があってそこにコイン置いてグランドセーブみたいなのでガサーやったーが楽しいだけだから、ダメなんだよそんな話。他ないのか？他20人ぐらいで飲みに行ってね、でめちゃくちゃ盛り上がったから二次会カラオケ行った時の話なんですよ、ね、わん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 、いつの時期の話ってなるから一定位置の話なのってなるから、20人ってなるから、この人倫理観どうなってんのってなっちゃうから、やめてくれよそんな話。カラオケってなるから。3年前です。3年前ね、あったんですよ実は。3年前ね、カラオケ行って20人で楽しい時であったんですよ。そう言ってくれないとみんな入ってこないから。めんどくさくないですか？めんどくさいんだよ。めんどくさい世の中で誰がしたんだよ？みんながしたんだよ。もうめんどくさい世の中になってんだからちゃんと言ってくれないと。なんか出かけた話だと不安な要素多いから、家の中でのエピソードそういうのないの？この間テレビ番組見逃してね、うん、でもどうしても見たかったからネットで検索してた、うん、不安不安不安。この人違法視聴してないってなるから、違法視聴の話じゃないってなっちゃうからやめてくれるんだろう。TVer ですよ。 TVer ね、公式のやつね、公式の見逃し配信ね。そう言ってくれないと、なんか全然関係ない森の背景の中3分の1ぐらいの画面で見たのかなってなっちゃうから、3分の1ぐらいの画面の水曜日のダウンタウン見てないってなっちゃうから。見てんじゃん、見てんねん。それを知ってるってことはってなるから。言うてもって、それで笑ってるってことはってなっちゃうから、なんでこれで笑いが起きてんのってなるから、やめてくれよ。ちょっと最近の話だと不安な要素多いから、なんか過去の話そういうのないのかよ。あ、学生時代なんですけどね。あ、いいじゃん、悪さしてた時。いいわけねえだろそんなの。学生時代の悪さ今見つかったら一発アウトだから、お金ねえのか。部屋に女の子連れ込んだ時。いいわけねえだろそんなの。もう喋んなお前。さっき喋れって言ったじゃん。そんなひりつく話なら喋んなよ。安心安全ほのぼのトークだけやってくれよ。それ面白いんですか？面白くないよ。面白さなんていらないんだから。安心安全ほのぼのトークをお届けする、それが芸人だろうが。それが芸人なの？それが芸人なんで。面白い話したいな、やめちまえ芸人お前。安心安全ほのぼの家族エピソード、そういうのないのかよ。この間家族で公園出かけて、で帰り買い物して、で家帰ってご飯食べました。あ、いいですね。もちろん手洗いうがいちゃんとしましたよ。あ、どうですか？これだよ。これのわけねえだろ。重いよ。どうもありがとうございました。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 松本さんに、はいはい、今回の M1 もちょっとね、総括というか、振り返る意味でもウエストランドいかがですか？いや、まあ、ウエストランドもそうですし、はい、やっぱり今年も M1 はみんな面白かったなっていうのが、はい、なんか面白かったです、やっぱりつきますね、はい、であとやっぱりこうあんだけの大会になると勝つのには多少運も、ね、味方につけないといけないところで、はいはい、やっぱウエストランド10組目に出てきて、はい、で3組に勝ち残って、そして一発目にやるっていうのがなんかそうなのよ。でウエストランドの面白いから、えもう終わっちゃうのって、もうちょっと見たいって思ってた時に、その後実なぎのように、そうです、実つぎのようにまた、だから結局8分続けて見れた感じが、なるほど、次1個目のが終わった時にもうみんなちょっと口がウエストランドになってたから、ウエストランドが食べたいってなってた。で次何すんのかなと思ったらまたこれっていう時の、さっきの続きみたいなのが見れたんで、まああれは完全になんかもう支配したね、笑いをね、あの日支配したウエストランドってことですよね。バカリズムさんはいかがでしたか？あ、もう見させていただきました、はい、本当に面白くて、なんか今までなんとなくこうオブラートに包んでたものを、はい、オブラートゼロでやってくれた感じが、なんか見ててゾクゾクしたというか、だからやっぱこれは本当にみんなが見たがるのも分かるし、で今日も、M1 の時とはまた違うパターンだったじゃないですか、はい、これ結構勇気いるんですけど、それちゃんとこうやって爆笑取ってるから、いやすごいなって思いました、ね、でもバカリズムとしてはどうなの、 R1 に夢がないって言われて。やめましょう、やめてください。いや夢はあるんだけど、使
つかめない人が多いっていう。なるほど。そうだね、手がぬるぬるの人が多いんですよ。あれハンブレハンブレ。あれ井口さん、R1 のチャンピオンとか、はい、R1 界隈からなんか言われてないですか。まあ、あの M1 直後の配信で歴代のチャンピオンを言ったら、うん、あのマジラブの野田さんが、うん、俺は R1 も取ってるし泣きながらお母さんに電話してんだよ、俺のことだろって。アナザーストーリー。誰か特定してるわけじゃないですからね。え、神田さんはどうでしたか。あ、いや、これもあの共感得るかわからないんですけど、安藤優子さんとかも好きなんじゃないかなと思うんですよ。なんかその問題点をみんなが言わなかった問題点を言ってくださるから、なんかこの現実を見てますってことだから、ジャーナリストみたいな。ポカポカ大丈夫か。安藤優子ボコボコになっちゃう。おそらく安藤優子さんも好きであろう、はい、なんかジャーナリストの皆さんとかも結構好きなんじゃないかなって。井口さん分かります、はい、言ってる意味さっぱり分かりません。さあ、お相手のティーンの天野さん、はい、お笑い大好きで敗者復活もチケット買って見に行ったんですか。本当に個人的にチケット買って見に行って、あの決勝の方もテレビの前で見させていただいてます。誰が面白かったですか。もちろんウエストランドさんも、うん、面白かったんですけど、個人的にはあのさやかさんが好きでした。まあ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 。あのなんかその再生回数もなんかそのネタの再生回数もネットニュースになってましたけど。ね、決勝の動画が YouTube に上がってるんですけど、うん、チャンピオンの僕らじゃなくさやかの方が一番再生されてるんですよ。あと優勝した直後にスマホ見たんですけど、さやか優勝っていうのがトレンド入りしてたんで、あれどういう世界に迷い込んだんだと思って。最近これ何なんやろ、キングオブコントもそうなのよ、なんかビスブラが優勝したらコットンが一番面白かった。多分コットンが優勝してたらまだ逆に言うのよ、だから絶対さやかが優勝したら、ね、ウエストランドが良かったともまた言う人も絶対おるから、だから多分それだけやっぱみんな熱狂だから、本当真剣に集中して本当に、ね、だから見てるっていうことだと思うんですけど、もほらなんていうのかな、俺も本当さやかすごく良かったんですし、はいはい、あのもしかしたら日本合計で言うと、もしかしたら俺は若干さやかの方が良かったかもしれないなとは思うんですけど、でもあのウエストランドにでもやっぱり最後の3組になった時は俺はやっぱリセットするべきやと思って、で3本目だけでっていうと、やっぱさやかちょっと緊張あったよね、はい、で なんつうやろ今回なんか格闘技なんかで言うとさやかはもうほんと柔道3段空手5段ぐらいでやってきたんやけど、うんうん、なんかウエストランドってもう何バットで躊躇なく人の後頭部殴るみたいな。そうですよね、結局そんなやつが今回勝ったなって感じがしたね。あのウエストランドの漫才のスタイルはもうデビュー当時からこのスタイルだったのか、はい、なんかいろいろ経てこれになったのかって。いやもう最初はもちろん普通に漫才コントとかやってましたけど、何の特徴もないしみたいになって、うん、で相方がとにかくネタも間違えるし、うん、今回も間違えたんでしょ。だから飛んでたっていう話、それだからもう気づかなかった、俺も気づけなかった。だからまああんまり意味ないとこだったんでまだ良かったんですけど、その後朝の番組一周させていただいてネタやらせてもらうんですけど、全間違いだった。あの河本君は、はいはい、座ったら喋れなくなる。連動してんのそういう体なんだ。ネタの質問に関してはその僕一切携わってないので。携わってはいるでしょ。相方の考えたやつをちゃんとやるっていう仕事は携わってんねん。制作の段階はね、制作の段階でね。何もお答えできないというか。コメントは求められない。河本君どうでしたって M1 グランプリ言ってもそれコメントないんですか。そう、ただただ緊張しました。あの今日は肩の力が抜いてできました。泣いたなお前。そうなんです、そこなんです。だから本当僕はその十数年その蓄積でなんでお前が泣いてんだよって言ったら井口ひどいやつだったらめちゃくちゃ叩かれる。実はめちゃめちゃコンビ仲も良くてギャラも折半なんですよ全部。そうです、井口さんのピンの仕事もだから折半っていうルールでずっとやってる。いやまあでも井口は前 の M−1 出た時からずっと他の番組にいろいろ出て、うん、なんかこいつこんなやつやけど可愛げあって実はいいやつなんじゃないかっていうのが多分もうみんなの中に浸透してたから、うん、今回すごくこう気持ちよくというか、はいはいはい、嫌な気持ちになれずに見れたのよ、ね、安心して見れたっていうの、ね、っていうのは大きいと思うな。さあ、同じ岡山出身の犬塚弁護士、はい、いかがでしたか。ずっと応援してました。やっぱりあそっか、はい、第2ラウンドあの決勝ラウンド終わった時にどうにかいけるんじゃないかなというふうな感じで見ておりました。で実はの
神田さんのおっしゃることもちょっと実は分かってるし、松本さんが新しいその毒舌漫才っていうふうにおっしゃったと思うんですけど、はい、実は私はずっとバラエティの番組のリーガルチェックをする人間の立場からあなるほどたところ聞いててこう聞き通せたっていうのか、やっぱりこう他の番組だとあこれちょっとまずいっていう表現が漫才なんかで入ってくるんですけど、はい、ウエストランドさんのはこうずっと聞き通われたので、あこれ確かに新しい形なんだっていうのは私今日のも問題なかったですか。そうですね、特段要するにいや、まあ、そうなんですね、うん、ギリギリうまいとこついてきてますね。そう我々的な見方でそういうふうに感じました。へ、はい、そういうところは井口さんいろいろ考えて、まあ、ギリギリのところでっていうもう踏み込まないって決めてるんですか。そうそのなんかめちゃくちゃしたいわけで受けたいわけですから、うんうんうん、やっぱライブとかでも、うん、めちゃくちゃ言うやついますけど、例えば、うん本当にコンプラアウトだと受けないんですよ。やっぱそうあれこれ大丈夫かなが勝っちゃうんで、そこにはいかないように心がけてるっていう。ちょいちょい浜田がやるやつやな。そんなことないです。浜田さんもこっち側ですから使えもせんこと言うねん。コンプラの外なんだ。いやいやうちですからうちですからさあ、僕はだからちょうどその M1 グランプリ生放送の時に別で日本テレビの特番収録してて、でさんまさんもいらっしゃって、爆笑の太田さんもいらっしゃって、でその中で休憩中に、うんそのウエストランドの優勝を聞いて、いやもうそれはタイタンの事務所ものすごい喜んでたし、太田さんなんて本当になんかこうおじいちゃんみたいな感じでよかった本当によかったって言って、いやだからやっぱ爆笑問題さんが一人で事務所引っ張ってきたから、そこのだからウエストランドの優勝っていうのはなんか感慨深いものがあったとは思いますし、あったんでしょ。いやそうです、その後ラジオ出させていただいて、うん、そこで報告したんですけど、うん、本当に初めてって言ってくれ褒めてくれたんで、やっぱ爆笑問題さんに褒められたいっていう気持ちもあったんで、すごい僕らが優勝した時の嬉しさよりなんか周りが喜んでくれてるのが良かったなっていうふうに思いました、ね、っていうところでございますから、うん、いやだから今日なんて本当に別にワイドなショーかサンジャポかね、あそうか極端なんだし、うんうんうん、すいませんなんかいやいや変な感じになっちゃって、そんな変な感じはすいません全然変な感じ、いや出たかったワイドなショー出たかったこっちを選んだってことですよね。あんまその踏み立てて言うとねこっちの方が相性いいと思う、相性ね東野さんもいやでも同じ事務所だったらね、俺が思ったのは考えたら M1 の過去の優勝者ってみんななんかこう普遍的なネタをやってて、ある意味今回なんか初めて時事ネタというか、あなるほどそこが逆に俺は盲点やったかなと思って、うん、なるほどなって、うんうんうん、過去になって何年後かに見た時にじゃあ今回のウエストランドのネタが他のコンビに比べたらちょっと時代がずれてしまう可能性はあるけど、はいうん、でもこれ多分作戦勝ちやもんな、うんうん、でこれやったもん勝ちなのよ。でもこれはもう次から絶対通じなくなるから、なるほど、うん、もう時事ネタはちょっと誰もできないなっていう時代が続くんじゃないかな、うん、っていうところで仕事の方 もう一気にだから100本以上、はい、なんかマネージャーに聞いたらめくれるやつの、うん、もう2つ3つぐらいのとこからもう鳴りやまなくなる、あれも俺悩んだな、もしあれで俺さやか出したらまたなんかいろいろ隠しさあんねやろって言われるなそこ正直ちょっとはあったよ。いやいややめましょう、もうやめましょう僕もゴッツとか大好きで、彼女はもうさやかやって言ってましたから、まあ、だからいいんすけどまだよ、だから他の方とかやっぱ松本さんだとその僕は全然何ももちろんないしゴッツも見て育ってきたし大好きだったんですけど、なんかタイタンになったらダウンタウンのダの字も出せない空気だったんですよ。なんか分かんないよ、急にも言うといてくれもうあのやり取り何周すんねん、もういいねん俺とタイタン何もないし僕ら何もないし、何もないよね、両方大好き、大好きです。河本君も結婚してたお子さんもいらっしゃって、はい、だから奥さんも喜んだと思いますし、はい、仕事の方もこれからどん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 入ってきますから、うん、そうですね、うん、なんとか、うん、ずっと心配してたので、うん、カレンダー嫁さんもGoogle カレンダー共有して入ってるんですけど、仕事のね、はい、井口のみばっかりだったので、そっか、それを見てるんだ、それは家族は見つけてるね。嫁ちゃんが井口のみって書いてんの。いやいやマネージャーとウエストランド僕ら2人と、うん、共有してるカレンダーになぜか奥さんが入ってるんで、その見れるように、はい、僕がちょっと粗相することが多いので奥さんが入ってくる。粗相って粗相もするんですよ。何ですか粗相って。何
遅刻とか、しまいには来ないとかあるんですよ。今はないですよ。今はないですけど、そう、スマホをなくしたりしたことがあったので、すげえ言い訳するんですね。もう振り切って面白くすりゃいいのに、なんか面白くもしてくれないです。なんか補修的に行きたい。ワイドなショーみんなが見てるいいやつになりたいよ、すごいから。なんでスマホをなくしたりする。仕事に来なかったでいいんだよ。お酒飲んでもちょっとだから癖があるんでしょ、お酒。だそうそう、お酒も酒癖悪い。そうそう、それで。ありえん、酒のつまみ出て。はい、なんか鬱憤を晴らしてよ。いやいや、使える話がないです、多分。マジでそんなやばい。ストレートに何の意味もないただの放送禁止用語言うだけみたいな。ねえよ、面白いもん。いや、見たことないでしょ。ただのなんかダメな4文字だけを言うとか。なんでな、なんでダメな4文字を言い続けるの。覚えてないの。覚えてない。SNS も一応禁止されてて、井口さんも SNS で失敗してますよね。え、本当？はい。あ、松本さんに説明してあげて。絶対この朝の番組じゃダメでしょ。まあまあいいです、ショートバージョンですいませんお届けさせてもらいます。数年前の夏、ツイッターでその僕のファンと名乗る方からダイレクトメッセージが来て、当時もう何にもないし人気もない中、嬉しくてこうやり取りしてたら、なんかエロい感じの雰囲気になって、向こうがそのセクシーな写真送ってきて、井口さんの見たいですって言ったから、あの僕の局部を送ったらそれがネットに流出されたっていう。そうか。これ一番ショートバージョンです、ね、これなんです。でネットにさらされた後は、ネットにさらされて、それニッチな掲示板に載ってただけなんですけど、はいはいはい、それをスクショしてツイッターに上げたやつがいて、そのアカウント名がイグチンランド開演っていうアカウントなんですよ。ただそのモロの画像なんですぐ閉園はするんですよ、バンならされないように。でもなんか芸人仲間でもいち早くキャッチした人もいるんでしょ。まあそのモグライダーのともしげだけ入園してやった。なんで人のマイナスが大好き。なんで入りたいんだよ。狭くも入れた人もいるんですね。いやだから2人ともそういう SNS とはなんか相性悪いんですけど。あとまあ審査員問題ですね。まあ本当にまあわっきゃといろいろ言われますね。まあ国ちゃんがずっとバズってますけども。でも国子さんもあの楽しく、あのそうなんです。もうこれもひっくるめて僕は M1 かなと思ってますし、やっぱり未だにねお笑いに点数つけんねんどうやねんってもう20年経ってもまだ言うかみたいなやつおるし、松本いらんのちゃうかって未だに言うんですけど、松本いらんない、審査員にいらないって言ってる人お願いしますから。ABC の人に言ってください。僕じゃないと。ABC。ABC に言ってください。で、あの、なんか署名運動をしてください。僕一番に名前書くんで。やってくださいよ。やってください。本当に。っていうところもありますし、だから井口さん本当に忙しくなると思うんですけど、はい、どうなん、なんかこうやりたいこととか出たい番組とか言っといた方がいいですよ。いや、やっぱりその東野さんにすごいお世話になってて、あの大阪の番組で1年ぐらいずっとゲストでいろいろ。そうなん。それでその事務所の方針として、うん、そのまあ、それこそ太田さんが東野にハマっていけっていう方針を打ち出したん で、うん、で東野さんにこうお世話になってワイドなショーだったんで、そうそうそう、その急にもう初対面な感じで行くからってなってさっき怖っ、どういう意味でめちゃくちゃ怖いじゃない、逆に怖いよ。説明イグチンランド同様説明させていただきますそれでそのいやなんか、だから初対面ならまだ分かるんです、まあ、ワイドなショーだし初登場だし、うん、みんな関係性知らない人もいるからそれはいいんですけど、なんでイグチンランドだけは言ってくるんだよこういう意味なんですよ、初対面と思ったら初対面でもないし、ね、大好きで、なんか井口がコンプライアンスで何言っても怒られるじゃないですか、うん、でもなぜか井口のことをねもう見た目いじったりとかボロカス言っても誰一人何にも言ってこないんですよ、達者やから。いやいや、でも井口は言いやすいよ、言いやすい。東野さんの YouTube を呼んでもらってもルッキズムどうなったっていうぐらい見た目のことをずっと言ってくるんですよ。いや俺今見ててもほらあの袋の下の方にあるもう最後のかりんとうみたいなやめましょう、もう見た目の例え言うのやめましょう、散々いろいろ言われてきて、だからみんなに言われてるし、長いやつはもうみんな食べてるいいっす、短い積み重ねなくて楽しくなるんですよ。なんかバカリズムさん、なんか、はい、なんか気になるとこないですか。あ、僕あの聞きたかったことがあって、はい、最後にあの自分が主役になれた気がしましたって、俺すごいいい言葉だなと思ったんですよ、うん、あれどのタイミングで思いついたのかなと思って、あの言葉そのああいうのってもともと考えてたのか、はい、ある程度もう決勝にいた時にあの場で言ってたらすげえなと思って、うん、主役ね、正直なとこ聞きたい。マジで言うと半年ぐらい前です。
ネタが2本できた、ダム2本ができた時にあるかもと思って、もう確信したってことだ。そこはやっぱり2枚目でやっぱり、そうか、ちょっとまあせっかくなんでちょっといい言葉ですよね、うん、だからいろんな番組合うと思うんですよ。だから、うん、多分大変ですけど、やっぱりいろんなカンペで切れてくださいとか、なんか、まあ、それでそこをどう対応していくかやな。だからもうすでに取材が何十個もありがたいことにあって、うん、まあいろいろ聞いてくださるのはいいんですけど、うん、その正直その本当に読んだこともない雑誌の取材で、うん、この雑誌の悪口お願いしますみたいな。ああ、で、いや知らねえよ、読んだこともないし、何なんだよって、ありがとうございます、どういう状況これ猪木さんのビンタみたいな。ありがたがられるんだ。何がありがてんの。それもう悪口じゃないし、ありがたがられるから、ね、求められちゃうから、時の人っていうことでございますから。もう今日も何本仕事してるんですか。そうですね、今ラジオ2本撮ってきて、これ終わってまた打ち合わせして、この後また番組いただきたい。素晴らしいですから。大丈夫、向本君なんかそのついていけてる。あ、僕も、はい、同じような稼働させてもらってるって。そうでしょうだ、コンビですから。で俺今日もやっぱ改めて絶対一人では使いたくない。超怖えよ。酒のつまみですよ。酒のつまみ。いやそこもなんか使えないこと言うわけでしょ。お酒はちょっとあれですかね、その良くないこと言っちゃうかもしれないので。いやでもセーブできたりするん違うの。今はあの奥さんがちゃんと管理してくれてるので。皆さん見てなかったでしょうけど、皆さんが喋ってる間ここの電球触ってましたからね。怖っ。怖っ、まあ、やばいやね。言うなよって。言うなよ。言うなよ。こっちの手でやんないと。ね、下でやられてもショーアップしてくれせめて。だいたいあの短めの横分けって気持ち悪いんですよ。見た目やもう。じゃあ最後に井口さん、あの、はい、なんかサメの歯見せて終わりにしましょうか。サメの歯サメの歯、ね、あのもうやで、ほんと優勝した後も歯が汚ねえのコメントしか来てないんで、あの一応歯があの前歯が2列あるんで僕、そうなんですよ。ああ、だから こういう歯、すごいすごい、お前ワニワニパニックやな。どうすんの、歯直すの。だからこれをちょっと番組とかで直していただきたいっていうのあるんで。どうやったら直すの。でもそう、治るか、うん、分かんないんですよ。だから治るんすかね。でも全部なんか抜いたりとか、内側の方だけ抜く、抜くとか、どうせならあの前列抜いてほしいですよ。前列抜くか、だからセットバックするみたいな。歯と歯の間に唇を入れたらいい。この前列確かに、確かに確かにじゃないでしょ。まさかの前抜く抜いてできる。歯でサンドしてるの見たことないでしょ。その唇を、唇を歯で歯があって口が この子歯奥あんなって。でちょっと、フジテレビから素敵なお知らせの時間がやってきました。なんか俺聞いたぞ。すいません、セカンド、ザ・セカンドという、新たな漫才トーナメントが開幕。東野が立ち上げたんや。これどういうルール。 M1 グランプリは、結成15年以下なんですけど、はい、このザ・セカンドは結成16年以上のコンビが対マンで戦ってトーナメント形式で誰がチャンピオンになるかということで、新しいお笑いスターとかセカンドチャンスとかいろんなものを兼ねてちょっとやっていこうということでございます。決勝トーナメントは来年5月の予定でございます。6分なの。6分です。それいいよね。M1 が4分ですから、ちょっとやっぱり中堅なんで6分ネタを披露する時間6分。ウエストランドさん、やっぱり4分と6分って全然違うんですか。全然違うと思いますね。その M1 の予選も3分の時も3回戦まで3分とかなんで、はいはい、今回のあるなしのやつその辺で出そうと思ったんですけど、うん、3じゃできないなって、やっぱその言い切れずなんかなっちゃうん で、うん、で4と6だったらさらに違うと思うんで。違う、そうよね。多分技術がちゃんとないと勢いだけじゃ逃げ切れないんで。米田20006分やったら死ぬやろ。USA ね。USA 膝壊しますよね。この後いよいよ長友選手登場、あの熱狂の裏話いろいろ伺います。およそ1ヶ月にわたり熱戦が繰り広げられたサッカーワールドカップ、頂上決戦は神の子メッシ率いるアルゼンチン代表と怪物エムバペ擁するフランス代表との戦い。ディマリア、away from Koundé。先制点は PK を獲得したアルゼンチン、キッカーはメッシ。A heartbeat. あんなゆっくり蹴れますよね。感情してますよね。
メッシが今大会6ゴール目を決め、さらにめっちゃ追加点を挙げ2点差に。どこに目ついてる。このままアルゼンチンの勝利と思いきや、後半35分フランスが PK を獲得。キッカーはエムバペ。この後さらに1分後、エムバペ、トラム、たった2分でこうなっちゃうの。絶体絶命な状況からエムバペが立て続けにゴール。すごい。試合は瞬く間に2対2の振り出しに戻り、延長戦へ。ここでまたもあの男が躍動。メッシが見せたかと思えば、延長後半残り2分、試合終了間際にハンドの判定でフランスが PK を獲得。キッカーはエムバペ。いや、すごい。この同点ゴールでエムバペはハットトリックを達成。延長戦でも決着はつかず、勝負の行方は運命の PK 戦。メッシは5回目の挑戦にして初となるワールドカップ制覇を成し遂げました。歴史的なフィナーレで閉幕したカタールワールドカップ、本日は4回目のワールドカップ出場を果たし、今大会も全試合にスタメン出場。ブラボー長友選手が緊急特別出演。あの裏話や今後のこといろいろと伺います。さあ、ということで本日は特別にサッカー日本代表長友選手にお越しいただきました。どうぞ。いや、どうも、おめでとうございます。ありがとうございます。なぜ来てくれたのか。そこですよね。前園さん、前園さんとの関係もありますし。いやそうですね。前園さんとの関係は、いや、もう全然、もう一緒にやったこともないですから。ですよね。でも他の番組とかもあまり出てなかったので、なんでこうワイドなショーだったのかなってちょっとびっくりしました。聞きたいですよね。はい、いや、松本さんにお会いしたかったです。はい、実はツイッターフォローしていただいてて、僕もフォローしてるんですよね。いや、もうありがとうございます。情報フォロー関係なんで、いや、もう本当に松本さんからフォローが、はい、来た時にちょっとびっくりして、本当感動しました。ありがとうございます。本当、だからもう前園さんは全く関係なかった。いや一切解説もしてもらわないスペースがないです。前園さんも喋ってもらうの困りますから。わかりました。はい、お願いします。はい、まずはちょっとワールドカップの決勝のお話も伺いたいんですが、はいはいはい、ご覧になりました。はい、見ました。すごい試合ですね。いや、すごかったですね。ね、ちょっと今まで見た自分のサッカー人生見た試合の中で一番衝撃を受けた試合ですね。そのぐらいすごいです。もうそんな普段サッカーあんま見ないですけど、やっぱ決勝やから見とこうと思ったんで。本当にわかですけども、にわかですけど、や、見ちゃいますね。もうなんか嘘みたいな、なんかね、この脚本ができすぎというか。いやすごかったですね。エンバペもすごかったし、もちろんアルゼンチンが最後メッシがワールドカップ優勝して、まあ、全てのタイトルを総なめするという、うん、まあ、本当神の子って言われたんですけども、本当神様に、サッカーの神様になったなと
ていいと思います。やっぱり全て思ってきました。はい、さあ前園さん、はい、前園さんのまあ予想というか点の取り合いだろうなとは思ってた。はい、僕はまあ3対2でフランスかなと思いましたけど、アルゼンチンのもう本当に出来が良かったんで、うん、まあ、前半見る限りじゃフランス多分これも1点も取れないんじゃないかなと。マジか。後半34分か35分ぐらいなんですけど、 PK であの先ほどエムバペが決めてから流れが変わっていく、はい、そこまではほとんどエムバペも仕事をさせてもらえなかったし、うん、フランスも良くなかったので、このまま終わるかなと思ったらあの1点で流れ変わりましたね。神田さんはご覧になりました？あ、もちろん拝見しました。なんかもう私も本当ににわかでワールドカップの時しかサッカーはちょっと拝見してないんですけど、はい、あの初めてそのサッカーって儚いスポーツなんだなっていう風に感じまして、うん、もう体がボロボロになってもやっぱり体で取りに行って脳震盪も起こして、でも1分後には全然違う結果になってたりとかして、で最後 PK で終わってって、うん、もう本当儚いスポーツだと思って、なんか なんですかね、興奮したんですけどちょっと寂しい気持ちにもなったというか、ちょっと複雑な気持ちになりました。アルゼンチンが見事優勝しまして36年ぶりですか、うん、はい、で、凱旋パレード首都に500万人が集まったっていう。危なかったねあれね。これ橋から飛び降りてる人とかおったよね、うん、あこれ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 すごいですよ、ね、すごいですよね。やっぱ日本もサッカー好きだとかたくさんいますけど、やっぱこう見るとやっぱりその南米とか、うん、ヨーロッパの方のサッカーに対する熱い思いってやっぱ違いますよね。そうですね。だから先ほど長友さんおっしゃいましたけど、僕 も物心ついた時初めて見たのが多分86年のワールドカップでマラドーナが優勝した年なんですよ、はい、うん、それからやっぱり優勝してなかったので、まあ、国民も本当にアルゼンチンの優勝を待ってたし、そこにやっぱりメッシが来て、うん、メッシがマラドーナに並ぶために今回は優勝っていう、もう本当その思いが詰まったこのシーンだと思うんですよね、はい、選手はヘリで脱出するぐらいの熱狂で迎えられたんですけれども、過去にメッシと長友選手は対戦したことがある。はい、2010年アルゼンチンと対戦なんですけど、その時の印象はどういう印象でした、メッシさんの印象は。いやちょっとそのスピードだったりテクニックも含めて感じたことがないレベルで、ちょっとメッシはそのまあ 人間離れしたその神経回路を持ってるなというのを思いましたね。その自分が目で見たものを体に脳を伝って体に伝えるこの神経回路の速さがちょっと感じたことのないレベルでしたね。これは親善試合なんですか、これは過去の。そうです、はい、日本代表とアルゼンチンで、うん、はい、日本でやった親善試合です。親善試合でメッシとマッチアップするときに、終わったときにユニフォームの交換みたいなんとかは、いやしたかったんですけど、 あれって、はい、そう簡単にできるもんでもないんですか。いや多分あの言ったら簡単にあの多分できるんです。言えばよかったね、最初に予約してさ、うん、試合前に飲んでんのか、飲んでんのか。いや試合前にちゃんとこうなんかアプローチして、はいはい、結構そういう選手いるじゃないですか、はいはいはい、うん、俺そんな感じで吉野家で飯食ってて、タクシーの運転手さんにカーって来られた。いや僕だったらこう真っ先に行くなと思いまして。いや予約制なんですね。なんか結構ね、試合の前にこう話してた、試合前から言ってる人いるんですけど、言っといた方がいいんですね。リザベーションがあるんですね。はい、第2ボタンみたいなもんや。そうですね。で親善試合やから、うん、なんかやっぱりね、そのもちろん真剣にやるけれども、はいはいはい、なんかこう憧れのメッシとこうなんか常に90分できるっていうのは、なんか嬉しいというか、はいはいはい、嬉しいですね。ただその試合の前からユニオムを交換したいっていうその気持ちが出ちゃうと、マッチアップした時にもうガツガツいけないんで、もうそういうのはもうなしで、なしでやってもう潰してやるっていう気持ちでやって、でも試合終わった後メッシが脱いでくれて交換とかなるのが一番。いやもらいたいんですけど、いやそうですよね。僕もなんか番組で可愛い女の子に松本さんファンですって言われたら、その回全然面白いこと言うんですよ。いや言ってくださいよ、言ってくださいよ。優しくしちゃうから、優しくしちゃう。でも本質はそこですよ。でも前園さんがするとやっぱね、そのメッシさんのユニフォーム交換できるなんてこんなチャンスないっていう感覚でしょ、うん、だからあの今言ったポジションもあると思いますね。長友選手はもう試合中マッチアップするポジションなんで、はい、うんうんうん、僕は多分そんなマッチアップしないからそれは言えるけども、うん、やっぱり試合前にそれは確かに言えないですよね。そうですね、うん、っていうところでございますけれども、いやこの間あの番組、はい、牧野さん来られて、牧野さん、でインタビューした時に、はい、牧野さんちょっとだけディスってましたよ。ディスってたっていうか、ブラボーは一緒に作ったみたいな、なんか今長友が勝手に一人でやったみたい、でも俺のアシストがあってのブラボーだ。俺のこと全然言ってくれな
ないですあいつ。それは初耳なんですけど、そのブラボーは長友さんからのこの言うたら魂の言葉じゃないんですか。いや僕からですね。ですよね。はい、僕からです。秋野さんはそういうの言ってるけど、はい、そうじゃない。全然関係ないです。あれ、まあれ、はい、全然関係ない。2人で作ったって言ってましたよ。全然ノックアウトしてるんですからね。全然違いますよ。全然違います。全然違います。全然違うんだよ。そうなんだ。何を言ってるんだみたいな感じですよね。そうですね。はい、ちょっとわかんないですけど。前園さんチョイスのこの36歳の長友さんのベストプレー。はい。ちょっと前園さん解説の方お願いします。まあ、たくさんあるんですけど、長友選手のポジションってまあ左サイドバックなんですね。で今上がっていってますけど、まあ自陣のゴールからまあここまでこう駆け上がらないといけないんですよ。今のなんかこれ。ボールが来るからいいんですけれども、試合中90分間もしくは120分間通して長友選手があれだけ上がってボールが出てこない回数の方がもしかしたら多いんですよ。それでもやっぱりこう上がっていって味方をサポートして数的優位な状況を作るっていうのを何回も往復してですね、それぐらいやっぱり運動量も必要だし、もちろん1対1の対人も必要だし、守備から攻撃に移るここのもう本当運動量って言ったらもう僕なんか絶対走れないです。だってボール来なかったらあの走りたくないですもん。来なくても何回も走んなきゃいけないですよ。そこは長友さん選手自身もちょっとだからなかなかパスが来へんなと思ってても、はい、うん、その仲間のパスを信じて、はい、やっぱり駆け上がっていかなきゃいけないと。そうですね、出てこなくても相手が自分に釣られて仲間がフリーになってシュート打てたりとか。あ、それはパス来なくてもその走ったおかげでスペースが空くと。そうです、そうです。前園さんはそうは思わない。思わないですね。出さないんだったらもう行かないですよ。思わないですね。2回来なかったらもう行かないですよ。でも それでも3回来なくても行かないと。いやいや、だから前田さんのポジションって言ったらもうそこはまあまあ大山の対象じゃないけど、ね、やっぱ支配してやっていくから、はい、それぐらいワンマンの人も必要なんですよ、チームの中では。そうですね、はい、必要だと。でも僕は長友、長友さんに、ね、マンポケつけてやってもらいたいですよね。いや、あ、でもあれ僕らに出てんの何キロ走ったか出ますね。長友さんだとどれぐらい何キロぐらい行きます大体。12とかぐらい。12キロってもう結構上の方です。メッシはちなみにメッシは多分7キロぐらいです。あ、逆に90分間通して90分間の試合で中藤さんは12とかもっと行くぐらいですけど、メッシは7キロぐらいなんですよ。7キロぐらい。だそれだけまあポジションも違うんですけど、まあまあね、運動量がもう全く違う。違います。さあ長友選手のチョイス、一番今回のワールドカップで感動した瞬間はということで、これ三笘さんのゴールライン際に足を伸ばしてのアシストっていうふうに言ってますけど、はい、うん、これやっぱり良かったですか。いやすごかったです。正直僕もこれ出たなと思ったんです、はい、で、はい、本当にベンチだったんですね長友さん、はいはい、見てて、はい、しっかり見えたんで、うん、いやこれちょっと厳しいなと思ったんですけど、まあ、最終的にゴールになって、ゴールになりました。しかもこのまあ三笘 この最後まで諦めないその気持ちと、はい、やっぱチーム全体もすごい絶対勝てるというこの気持ちがまあ現れたワンシーンだったなと思います。だから今回特徴的なのはだから後半点数が入る、はい、で前半仕事するでベンチにいる、で入った瞬間にいつも一番乗りに駆けつけますよね。もう一番試合よりあのスプリント多分早いと思います。あの駆けつける時のスプリントは。どのシーンでもなんかいいシーンに必ず入ってらっしゃる。いや、そうよね。修学旅行の写真もいつもいいと思うんですよ。おる人おるよね、あれね。みんな最高っすよね、本当に。でもやっぱあの時のやっぱこのテンションの上がり方尋常じゃないぐらい。ああ、もう。ぐわって。ちょっと我を忘れるというか、人生でもこんなに興奮することはまあ。この先もないんじゃないかというか、過去何度もワールドカップも出てるし、はい、やっぱり今回は違いました。長友さん今回はより、はい、興奮しましたね。まあ、優勝候補のドイツとスペインとか、まあ、ほぼ勝てないだろうと思われたチームに対して、まあ、激でも長友選手はそんな思ってなかったんでしょ。あ、僕周りがそういうふうに言うけど、そうですね、周りはそうだった。僕らは勝てると思ってたんですけど、思ってた、はいはい、でブラボーが出たっていうところで、ブラボーが出て、はい、で大橋会長がそれ使って大滑りしたボクシングのねタイミングが難しいですよね。いやタイミングは機嫌よう言ったはずじゃないけどな。ただでもご自身が振り返ってやっぱブラボー、ちょっとインタビューでもブラボーブラボーって言ってたんですけど、はい、ご覧になりました。あ、見ました。どうですか。とあの引きましたね最初見たら自分そうですか。あ、引きますか。試合終わってからちょっと冷静な自分でブラボーを見た時に、ちょっと目が本当にいっちゃってて本当にこれですね。ブラボーブラボーやばい人ですよね
これはまだ余裕あります。これまだ余裕、もう一番ドイツ戦の後のドイツ戦のブラボーがブラボーブラボー3回言ってるけど、もうあれはもう完全に我を忘れて、ね、悪役レスラーみたいでしょブラボーは口癖だったんですよ普段から。ブラボーは普段から結構言ってますし、チームメイトにも言ってるし、森保さんとかもなんなら結構使うんです。そうなんですね、はい、じゃあ牧野さんやっぱ違いますよ。全然関係ないです。牧野はもう全く関係ないです。いやもうちょっと切れそうっすね。切れなかった。ワイドナティーンの天野さん、サッカーはよく見てました？ワールドカップは。ワールドカップは、決勝とか日本戦は拝見させていただきました。長友選手はもう私が物心ついた時にはもうずっと日本代 代表ですよね。そうか。ただ女子、はい、女の子の間では田中選手と三笘選手が抱き合うシーンが一番盛り上がった。いやちょっと語弊あるんですけどやっぱなんか女の子同士になるとちょっとそのビジュアルのいいっていうかかっこいい。めっちゃ言うやん。めちゃ言うやん。かっこいい選手の抱き合うシーンでも一番盛り上がって、キャン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 って思ってます。しかもね、やっぱそういうつながりもやっぱあって、はい。あと、クロアチア戦の1本目の PK、外した南野選手にかけた言葉も話題ということです。ありがとうございます。勇気あるな。次の未来につなげろ。問題ない。かわいて帰れ。勇気あるな。マジで俺は蹴れん。マジありがとう。めっちゃ楽しかったな。こんな感じ。試合後なんですけれども、いやなかなかすごい空気じゃないですか。いやすごい空気です。控え室の空気というのは、はいはい、みんな下向いてて、すごいあの辛い空気だったんですけど、まあこれでもベテランの僕も一緒に下向いてたらちょっとダメだなと。そしてあの PK を蹴ったで外した選手たちがすごいやっぱり責任を感じて落ち込んでたんで、いや全然女ないと、俺はもうそんな PK は蹴れないと、もう本当にあのまあ彼の勇気を称えたいなっていう気持ちでいましたね。なかなかシビアな戦いですよね。で本当にあの試合僕もあの代表戦見せていただきながら、あの最後ねこう PK とかになってもこのまだまだね日本を応援できる時間をいただけて、僕らはもうよっぽど嬉しいと、そんな時間をいただけるんだ最高じゃないかっていうふうになんか考えて見せていただけてたので嬉しいなと思います。で帰ってきてから本当に連日忙しいんですけども、もうとにかく行く先々でブラボーを言わなきゃいけない。松本さんにも相談したいですよね。相談これ、はい、相談なんですけど、もうブラボーがもう連なってきてきてますか。どうですか。もう喉ガラガラで。あのテンションで。いやいやいや。どんなこの子に及んで言ってくるんですか。いやメディアのメディアの皆さんだったり、まあ多分言いますよ。最後じゃあ最後お願いしますっていう街で会った人とかも。街でですか。街で会ったりちょっとこうしてもブラボーって言ってくるんで、もうブラボーって言ってこう絶対大阪の商店街とか行ったらダメですよ。おばはんがもうブラボー言ってブラボー言ってって。お父ちゃんブラボー来たで。天神橋水晶店ですよ。お前らいや本当に色紙も絶対かけて言われるでしょ。絶対そうですね、はい、お店行ってご飯食べてサインお願いしますって言って長友って書いた後、なんかブラボー欲しがってる、はい、変えてくれって言われます、ね、ですよね、はい、お名前だけで終わらずにね、引き止めてもう一回タクシーとか捕まえてごめんブラボーって書いてでそれはそれで後日転売されてたらめちゃくちゃ腹立つよ。いやだってい や, 本当にいやだからどうしたらええのかってことですよね。そうですね。声ももつ100回は多分ブラボー言ってる、マジっすか。都庁にで30回その後のサッカースクールで多分100以上は言ってます。サッカースクールで70回以上言ってるんで、もう喉が声枯れてますよ。本当に喉が声枯れてるもん。でもサッカースクールは子供たち、ね、将来のサッカー選手のためやから、はい、全然いいんですけど、あの、メディアの皆さんがこうあのブラボー言ってくださいと一言必要だったらおっしゃってください。あの喉のいいお医者さんご紹介します。そうですよね。録音してもそれ流すとかブラボーボタンがブラボーボタンとか
か、ちょっと叩いて出すみたいな。そうですよね。ヘイみたいなやつ、昔の。そう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 、トリビアのヘイみたいな。いや、でもそれはそれでいいんですけど、じゃあ最後、ブラボーお願いしますみたいな。それはそれとしてみたいな。それはそれとして、ブラボーいや、そう。僕ね、ちょっと前園さんのブラボーが聞いてみたいな。そうですね。前園流ブラボーね。ブラボー。まあこうなりますよ、ね。気持ちは当たり前じゃないです。意外とこもって一回でこれなるんで相当なりますよ。結構使いますよ。そうですよね。はい、だからでもそういうことでね、はい、まあいろいろ大変ですけれども、でもサッカー人気ちょっとこう、はい、あの日本代表の皆さん帰ってきてからもいろんな番組出演されて、はい、それはサッカーを人気をもう一度っていうところもあるでしょうし。一瞬でこの熱気が終わらないように、うん、しっかりと、ね、はい、サッカー人気をつなげたいなっていうのは、はい、分かります。現在、おいくつなんですか。今は、36です。やっぱ体のメンテナンスというのは年々やっぱり時間取るようになってきました。あ、もう全然違いますね。食事、まあ、睡眠とか、うん、マッサージ、休養っていうものは、うん、もう全然若い時とは違います、うん、はい、で今回は最後に中友さん、はい、皆さんに召し上がってほしいものがあるということで、はい、これは専属シェフの加藤さん、はい、はい、あの加藤さんのこのポタージュがめちゃくちゃ美味しくて、うん、はい、無添加でこの野菜の素材を 100% 生かしたスープポタージュなんですけど、加藤さん、はい、あの、はい、専属生の加藤です、加藤です。でその加藤さんのだから、はい、おすすめのこの特製スープ、はい、今回はカブとトウモロコシを、はい、はい、やっぱ長友選手若くしてもう海外出てるんで、その食、やっぱ海外出て一番大変な食事なんですけど、それを多分いち早くまあシェフを専属でつけて向こうで全部作ってもらってやってたのが多分長友選手早いんですよ。それをずっとやり続けてるから、その食の面でもずっと長く続けられてる。前園選手、例えば韓国とか行ってプレーしたじゃないですか、その時は、いや、もう現地のものを食べてました。それこそ代表とかでもそのシェフがいなかったので、まあ現地のものを食べるっていう感じでした。全然違うんですか、やっぱり。いや、全然違うと思います、はい、それじゃないとこれだけ長くハードワークできないと思います。いただきます。 100% トウモロコシ。そうですね、いただきます。白玉ねぎか、トウモロコシと香りが、もう完全、これカブですか。これはカブです。カブ、はい、美味しい。カブはカブとあとオリーブオイルと塩以外使ってない、カブの甘さだけ。トウモロコシはトウモロコシとお水とちょっと一つまみのお塩だけです。当分ちょっとゆっくりできるんですよね。そうですね、はい、ちょっとしっかりゆっくりして。でも現役またもう続行というか続けるってことですから、はい、はい、また J リーグも含めて、はい、皆さん見に来てもらえると嬉しいですね。はい、わ、はい、かりました。頑張ります。どうもありがとうございました。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 今年のニュース総まとめ、芸能人が選んだ今年一番のニュースは、テレビ番組CM のリサーチを行う M データが2022年テレビニュースランキングを発表しました。関東エリアの朝の情報番組を対象とし露出時間を集計した結果、第3位はバックサイドダブルコーク1260。今年なんですね。フロントサイドダブルコーク1440。高さが先ほどよりありました。北京オリンピック、日本は過去最多の18個のメダル。第2位は新型コロナ規制緩和進む、感染再拡大の傾向も。そして最も話題時間が多かったのはロシア・ウクライナへ軍事侵攻のニュースでした。皆さんが今年印象に残っているニュースは、2022年を振り返ります。うん、さあ神田さん、はい、神田さんは気になるニュースなんでしょうか。私は阿武町の給付金誤送金問題ですかね。これなんか、まあ、犯人だった男性が、うん、預けていた3社からお金が、まあ、結構スムーズに町に帰ってきて、高等な教育を得たみたいな感じではありましたけど、なんかそもそもそのスッと返したっていうところにちょっと私は疑問を感じていますし、うん、本当はこのニュースきっかけでもっと切り込まなければいけないことがたくさんあったんじゃないかっていうのがあります。そのカジノの実態とかですね、はいはい、ネットカジノね、はい、個人的には何ですか。あ、私なんですか、うん、はい、すごくくだらないんですけど、はい、おでこの産毛が
おでこの産毛が最近濃いんですよね、うん、おでこの産毛が。よかったじゃないですかいいニュースですね。個人的にはおでこの産毛が増えてきた。そうなんです。やったじゃん心温まる。このちょっと毛が薄くなるよりいいですよね。急にですか。そうなんです。交代したのかなと思ったんです。交代すると交代した部分が産毛が多くなるじゃないですか、うん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 、長い毛が抜けて。でも見ると幅は変わってないんですよ、うん、ってことは産毛が増えてきたんです、うんうんうん、でも男性ホルモンが強くなると他の毛も濃くなるんですけど、それはないんです、うんうんうん、なんでかなっていうのが今すごい不思議です。不思議というか個人的な自分の、うん、改めてよかったじゃんありがとうございます。バカリズムさんはこのニュースラインナップの中では私結構いつもよりもなんかすごく暗いニュースが多かった気がして、まあ、確かにコロナとロシアのウクライナ軍事侵攻っていうのがそうですよね。だから僕早い段階でもう僕ニュース見なくなったんですよ。なんか結構持ってかれちゃうというか。なるほど。で大体ニュースって結構同じニュースを繰り返し繰り返し流したりだとか、はい、うん、映像とかも、うん、あの安倍首相のやつとかもニュースとかも結構それがしんどくてもうしばらく見ないようになってたんですよね。はい、西川さんはいかがですか。はい、僕らがやっぱ小さい頃からこうテレビとかで拝見してたような、はい、それこそ石原慎太郎さんだったりとか、うん、アントニオ猪木さんだったりとか今年は、はい、そうですね、そういった方々がもう上島さんもそうですし、うん、まあ、最近だと水木一郎さんとか、はい、あのね、僕ら本当にこう今や日本のアニメーションとかコミックとかはもう文化の輸出品ですごいこう影響力がありますけど、そういったものをつなげてくださったすごい偉人だと思うんですよね。水木さんとかは、うん、藤子不二雄 A さんも今年ですね。今年です。だからそういう意味で言うと西川さんだから僕ら子供の時から見てた人たちがっていうことですね。そうなんですよね、はい、松本さんいかがですか。いや僕はやっぱりあれですね、もう4団体統一井上チャンピオン、これはやっぱりすごかったなと思いますね。だからアジア人初とか日本人初って言いますけど、いやいや、これだけ圧倒的な強さで4団体統一したっていう意味では僕は世界初だと思うし、先週番組でやりましたけど松本さんの VTR 見たんですけど、やっぱり相手の方がずっとこうまあ、勝たないけど負けない、うん、やっぱ厳しい試合だった。厳しい試合というか、まあそこまで、まあ、向こうも当然チャンピオンですからあれだけテクニックもあって防御一辺倒にされると、まあ、倒しに行くことはほぼ不可能だし、はい、また井上君にしてももうこれで判定でも誰にも文句言われることもないわけじゃない、うんうん、でそれをやっぱあそこで11ラウンドなんか甘んじない精神っていうのかな、倒しに行く、そう、うん、なんか彼がよく言うプロボクサーはやっぱりファンの人を喜ばせてなんぼだっていう、彼のあの精神は本当にもう我々もやっぱり見習わないといけないなって思いますよね。だから来年以降もだから階級上げて、うん、でベルト全部取っていく、もちろんこの先もどんどん世界進化していくでしょうし、でも今焼肉をね、だんだんでっていう風に、ね、はいはいはい、前向きに今やってるんですけど、ほうほう、はい、ちょっと今引っかかってんのは誰が払うねんっていう俺払いますもん、いけへんけど逆にでも井上チャンピオンに払ってもらうっていうのも面白い、おごってもらうっていうのもありかな、まあまあ、そもそも井上チャンピオンがダウンタウンとご飯食べたいって言ったから面白いですね。ギャラ飲みですよねダウンタウンの初のギャラ飲みタイのタクシー代も1万円ずつもらって1万円ずつもらうか、それが大滑りした大橋会長が払うか大橋会長何も関係ないですか、ちょっと来年はその3人でのね焼肉だからカメラ入ってない方がね、やっぱり、まあそうですね、井上チャンピオンとしては嬉しいから、いやいや絶対そこはただねちょっといやそれはね3人だけで焼肉はいや井上君にトイレ行かれたら地獄やろ。いいじゃないですか。それはいいじゃないですか。いいし楽しいし。そうですよ。井上チャンピオンもトイレ行きたくなくても一回行ってちょっとこっそり見たいとか。贅沢ですよね。まあ、まあ、見たい。それは誰でも見たいですよ、ね。トイレ行くなら一緒に3人一緒に。じゃあ俺もって3人になりますよ。で3人戻ってこないともう本当にそれはやばい。それも込みで面白いんですから。いやぜひちょっと実現してほしいんですけれども。そうは言ってもはいお時間来ました、うん、バカリズムさん、いや今日ウエストランドの漫才見れたの嬉しかったですし、ね、うんうん、
イグチンランドは使われるんですかね。イグチンどうすんのやろ。あ、使えるか。あ、よかった。ありがとうございます。放送楽しみにしてます。まだあるの、忙しいんちゃうの。いやいや、これはもうさ、いや最後まで出れると思ってたんで。あ、はい、サッカーも大好きやからね。だから僕長友さんと話せると思ったら急に退場させられたんだよ。いや退場じゃないけど。そうやろ。いやいや、話したい。前園さんいらっしゃるからいらない。いやでもそのなんかそのね、決勝も同じにあったし、うんうん、その瞬度で言ったら前園さんより僕らかなってなったんで。ちょっと話したかったんですけど。ちなみにこの後 どこ行くの。この後打ち合わせをちょっとここでさせていただいて、また別のところでちょっと収録みたいなのがあって。何の番組？何の番組？それなんかあの M1 関連のギャオの配信とかがあるんで。ああ、もう適当にやるやつやな。まああのこれに比べたらだいぶ適当にやっていいやつ。真面目にやってくださいお願いします。さあ最後松本さん、今年最後ワイドナショーいかがでしたか。いやいや、まあ本当ウエストランドね、まあ裏のサンジャパンのこともあるんでしょうが、うんうん、こっち来てくれたら本当申し訳ないなというか、うん、ありがたいなと思いました。本当おめでとうございました。はい、さあ以上でございます。また来年もワイドナショーよろしくお願いします。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。